最後のそこの接種でピタッて止まっちゃったんです。何なのかなと。僕はですね、無呼吸って書きますね。あの呼吸するの忘れるんです、時々もう息止めたまんま。東大雄で戦わり最後のそこの接種でピタッて止まっちゃったんです。何なのかなと思ってね。僕よくその日本で一番多分有名なやっぱりその画廊をやってらっしゃる経営者の方に、経営者の人たちに向かって、若い人たちに向かって話を、ある人が手を挙げて質問したら、絵はどうやって見たらいいんですかっていう質問が、まあ本当素朴で、そしたら、いやー会長はなんて言うのかなと僕は思ってたんです。すごいシンプルなことで、もしあなたがここに飾ってある50点の中で、1点だけあなたにあげますよって言われたら、どれが欲しいかと思って見るといいです。つまり何を言いたいかというか、それが別にピカソだとかそういうことは一切関係なく、自分のこの中で一番好きなのは何なのかっていうことをしないで、多分見るとザーッと見たけど結局何も残らないっていうのことはあるし、で別に均等に見なくてもいいと、ここがいいと思えばここに1時間ずっと目の前に行ってもいいし、もうまあ自分があんまりそうでもないなと思えば別にスーッと行ってもいいっていう、そういうすごくシンプルなことをその日本で一番有名なあれをやってらっしゃる方が言ってたのを今思い出しましたね。その世襲の話を聞いて、それでよろしいかと思いますよ。誰々の絵でこれいくらで、これ転売したらいくらになるかって考えちゃダメなんですね。これダメみたいですね。正直に自分の気持ちで、僕はその接種でだから止まっちゃったんです。30分ぐらいもう時間ギリギリまでそこの前にこう見てました。でなんでこの前で止まったのかなと思ったらね、ちょうど公演が終わって昼の部と夜の部の間で、その間にこう、美術館見てて、だからダメね、やっぱ呼吸なんですよ。呼吸だから、はい、いわゆる日本人の、日本のこれ着物を着てやる文化の呼吸してるわけ、北井節の、ってこう密息って言うんですね、秘密の息って書いて、まあ丹田呼吸とも言いますけども、そういうこのお腹にこの生活丹田、丹田にこう力入れて帯に締めて着物を着る、その呼吸で見てたわけですよ。そうすると普通と、普通はだから海外の作品ずっとスーッと通過してきて、で接種のとこでピタッと止まっちゃう。接種だもん、だからもちろんこちらで書いてるんですよ、この呼吸で、だと思いました。それが分かるんだ、だと思いました。でその呼吸、気がだから気が来るんですね、もう何百年か昔のその気がこっちに秒で来るんですよ、思いました。これのね、逆の話がね、パリで公演した時に、これも公演の間に行ったのかな、あ昼間行ったんですね、夜の公演だからね。そうするとモナリザ行ったわけですわ、ルーブルに。でもうそれも最初からモナ・リザ見たくて、一度一番有名なルーブルで一番有名な絵を、だから時間あんまりないから、もうモナ・リザだけ見ようと思ってスーッと行って、そこまでずっとこう地図とか撮りながら、でそのモナ・リザの部屋に入って見て、で時間もそこも30分以上いました、その部屋の中に。で僕ともう一人の中、誰か女性の方と二人きりになった時もあるし、団体の何十人かと一緒になった時もあるし、その30分間の間でもう本当手の届くぐらいの位置まで行ったり、わかんないなと思ってね、どこがいいのか全然わかんないと思ってね。でも20メートルぐらいもう端っこまで離れてもわかんないし、だんだん近づいてってもさっぱりわかんないなと思って、その30分以上いましたけど、もう時間いっぱいになったんで、もうわかんないわちょっと帰ってきたんですけど、それがね逆なんですよ。だから、呼吸がだから公園の前で こっちの日本人の呼吸でやってたわけです、着物の。もうこっちなんですよ、教式で書いててね、この呼吸で見なきゃわかんないですよね。そうするとそっちの多分モナリザの凄さがきっとわかったと思うんですけど、理屈じゃなくて気がわかんなかったです。だからそういうの僕はなんかそういう勝手に思い込んでます、そのように。仏像に関してもだから日本のね、それはそうだと思うんですよ。やっぱりその彫り師はやっぱり全部でもこちらですから、会計がね、運慶さんが会計さんにダメ出ししたみたいに、奈良の東大寺のこの丹田の位置ですと、結局このこっちの下紐というか帯の位置をグッと下げたんですね。だからダメ出ししてるんですよ。最初に会計さんが彫った位置
じゃダメだって言って、もう一つこの帯の糸をガクンと下げるんです、ガクンと。そうするとこの力強さがブワーッともう何倍にもなるっていう、そういうのもなんか見たこと、見たり聞いたりしたことありますけどね。だからその呼吸でが来るわけですわ、仏像もみんな、なんかそこにすごく、勉強するとこあります。なんか日本文化のこうつなが横になるつながり、お相撲さんの声じゃないけど、みんなこっちですよ、丹田ですよ。今の話聞いて、それはどな何か不安になったことあります？あのご自身も書かれるから、なんとなく分かるところもある。僕はですね、無呼吸って書きますね。あの呼吸するの忘れるんです、時々もうあの息止めたまんま、あの、まあ、細かいところですけど、もう本当にあの、こういう輪郭があるんですよね、この影、こういう一つ一つ細胞みたいになってます、ここはもう完全に無呼吸だから超そうですもんね、これ結局密則ですよ、それ。あ、そうですか。だからよく息詰めて書きなさいってよく書道の先生とか、僕全然ダメですけど、ね、あの教えられるでしょ。それはね、息本当にでも詰めるんじゃなくて、なんかもうじなんかずっとこうこっちにこの肩にこうじゃなくてね、そうだと思うんです。そういうことだと思うんです。やっぱり一緒なんですよ、きっと。パワー感じますもんね、すっごい。それだと細かいこと言えば、このだから日本の女の子もちゃんと立ち位置、あれ日本人の形なんですよ。日本人の息をしてるんですよ、密束されてるんですよ、この昔ながらの日本人の呼吸。こうあの公園にあるこのなんかヨハン・ストライスのバイオリク、こういう体型の西洋人じゃなくて、それじゃなくて肩を通して、あのロッキングも外して、これね、だとそれ伝わってきますよ、それがすごく、はい、すごいよ、それがすごいですね。その上でこの女の子の呼吸も伝わってきます、その日本人の呼吸されてるっていう。うん、今日はあれですね、全然今までこんな話したことないし、今日もすごいですね。いや、やっぱこういう空間に来るとね、そう話もなんかすごいお話になってますね。いつもズームだからね。あ、じゃあズームはズームでね、まあ、すごい、もうなんかこれだけ気心知れさせていただけてるとね、すごくもうほとんど実際にお会いしてるのと同じ感じなんだけど、実際にまたこうやって来るとすごいですね。また銀座6丁目にあるってのもまたすごいですよ、それ。またあの改めてね、ここでちょっと面白いことを、この6年間の国立劇場が閉まるんで、まあ、あのいろんな話し合いをして、まあ、あの難しくない中で、あの皆さんがあの負担にかからない範囲でなんか一緒にやれるといいですね。そうですね、ぜひ、はい、ね。いや、今日もありがとうございました、はい、私なんか東大湯で笹川流文化なくして経済なし超いいね、いやー、今日もいいよ、ありがとうございました。東大湯で文化なくして超いいね、いやー、ありがとうございました。